はい、皆さんこんにちは、ネクストビットケントです。今日もよろしくお願いいたします。で、今日なんですけれども、結構皆さんから質問の多いトピックで、1回の食事でどれぐらいのタンパク質量がベストなのかっていうご質問をかなりいただいてます。1回の食事あたりにとれるタンパク質摂取量の上限ってどれぐらいがいいのかって結構皆さん悩まれてるところなのかなとは思います。例えば 20g しか吸収できないから1回は 20g にして小分けで取るっていう方もいれば、1回 50g とか 70g 取るっていった方もいるんじゃないでしょうかね。この1食あたりのタンパク質摂取量に関しては本当にたくさんの論文があって、いろんなデータがあります。と、今日はですね、最新の僕が一番信頼できるんじゃないかなっていうエビデンスをベースにして皆さんにお話ししたいと思います。興味がある方はぜひお付き合いください。これを見てくださっている皆さんの中でですね、一番多い意見としては、 1回の食事でだいたい 30g ぐらいがタンパク質の吸収される上限なんじゃないかなって思われている方が非常に多いと思うんですね。で、それっていうのはじゃあどこから来てるのかっていうと、テキサス大学のダグ・パットン・ジョーンズ博士っていうタンパク質合成で結構世界的に有名な方がいて、その方が出している論文がそのボディービルディング .com とか、まあ、スラムフィットネスとかに掲載されて広まったっていうのが、一つこう一食あたりの今のタンパク質の吸収上限っていうものが皆さんにこう伝わってるところ、理由なのかなとは思うんですね。今日は比較的最新の論文でですね、僕が一番これはエビデンスが濃いんじゃないかなと思う論文をベースに、1回のタンパク質摂取がどれぐらいがベストなのかっていうお話と、あとは1日でどれくらいのタンパク質摂取を見込めばいいのかっていうのをお話ししていこうと思います。で、今日も皆さんと一緒に、画面というか論文を見ながらお話ししていこうと思うんですけれども、こちらをご覧ください。はい、これがですね、僕がいつもよくこう論文とかをリサーチするときに使っている NCBI 国立生物工学情報センターっていうところがまとめているですね、まあ、世に出てる、医学系の論文、医学系だったり生物工学だったりっていう、まあ、関連の論文をまとめているサイトになります。で、非常に見やすいですし、それからセミラーアーティクルって言って、これに近い内容の論文っていうのが右にこうリストされるので、そういった面でも非常にリサーチしやすいのかなと思います。で、なぜこれが僕が信憑性が高いか考えてるかっていう話が、まず一つ目が、これはですね、メタアナリシスといってですね、メタ分析とも言うんですけれども、要するに少ない被験者というかターゲットで検証してそれで終わりっていう論文ではなくて、今まで出てきた論文と比較して、どこが平均値、最適解なのかっていうのを解析しているメタアナリシス、メタ分析というのを用いた研究データになります。まあ、これが一つ信用できるところっていうのとですね、実際これを書いてるですね、ブラッド博士っていうニューヨーク市立大学の博士がいるんですけど、もう世界的権威ですね、タンパク質合成の論文ではすごい多く見る名前でですね、まあ、この方が世界で本当に三本指に入るんじゃないかなっていうような、アミノ酸合成とか、筋肉中のタンパク質合成とか筋分解にはかなり長けている、まあ、知見のある方が書いているっていうのが一つですね。で、このセカンドにもアラン・アルバート・アラゴンっていう方がですね、この方はカリフォルニア州立大学だったかな、の博士なんですけども、この方もとても有名でたくさん論文出されている方になります。で、あとですね、これ下を見ていただくとリファレンスがついてるんですけど、ここですね、ここにリファレンスがついていて、この論文を書くにあたってどういう論文を参考にしたのかっていうところが出てます。で、このリファレンスの数によってこの論文研究の信憑性っていうのはある程度測れるんですね。要するにリファレンスが少ないものよりも多い方の方がたくさんの論文、これはメタアナリシスも用いているので、そういう意味で多くはなっているとは思うんですけれども、これまでの多くの有識者の人がどういう結論を出しているかっていうのを利用して、まあ、どれぐらい利用してこの論文を書いているのかっていうのが分かるの で、この論文の場合はですね、40個、リファレンスが40個載っているので、これはかなり多い方、この40個っていうのは結構数が多い方なので信憑性があるっていうことが言えます。まあ、メタアナリシスで分析したものを使っている、それから研究者が世界的権威っていうところ、あとはリファレンスの数、まあ、この3つで、あとまあ強いて言えば、これがですね、2018年の2月フェブラリーにパブリッシュドオンラインにされたものなので、まあ、一番最新のデータっていうところ、この4つが僕が今日これを用いて皆さんにお話しする理由になります。で、ちょっと今日は余談なんですけれども、皆さんがこういう論文を検索されたりリサーチされるときに、英語で書いてあるし、すごい見づらいなとか、調べるのもめんどくさいなとか、多分思いがあると思うんですよね。まあ、そういった方に、非常にわかりやすい、で、時間がかからない論文の見方っていうのをまずお話ししていこうと思います。
で先ほど言った通り誰が書いているのか、それとリファレンスが何本あるのかっていうところがまず信憑性の一つ大きい部分ですね。であとは、いつこの論文が掲載されたのか、まあ、これはパブリッシュドオンラインなので実際にオリジナルの論文が書かれたタイミングとはずれているとは思いますが、いつこの論文が出ているのかっていうところが一つですね。古いものよりは新しいものの方がいいと思います。でこれはどちらかというとオリジナルっていうよりはオリジナルのものを文章で簡単にまとめてあるものがこの国立生物工学情報センターに載ってるいわゆる論文なので、オリジナルの論文よりは見やすいと思います。グラフだったりとか、詳細のデータまでは載ってないので、そういう意味では元データ、オリジナルをたどる必要はあるのかなと思いますが、これで十分にある程度の情報は得ることができます。論文ってすごい、なんていうんですかね、大量の文章書かれていて、それだけでももう読みにくいっていうか、読む気が失せると思うんですよね。でも、大体の論文は、もうほぼほぼ 90% 以上の論文っていうのは、テンプレート決まっていて、どこにどういうものが配置されているのかっていうものはすでに決まってます。例えば、このアブストラクト。これはもう要約ですね。この論文がどういうものを示しているのかとか、どういうものを研究しているのかっていうものを書いてます。で、その後にバックグラウンド。どういう研究を元にしたのかとか、こういう、どういう背景があって、この研究に至ったのかとか。まあ、そこから、研究方法とか経過とかが書いてあって、最後までいくとですね、最後に、コンクルージョンということでまとめが書いてあるわけですよね。で、まず見てほしいのが、もうこのアブストラクト、要約と、このコンクルージョン、結果ですね。もうこれだけ見るだけで、ほとんど、まあ、これがどういうことを示していて、結果がどうなったっていうのがわかります。なので、もう時間がない方、あんまりこう、論文の調査に時間をかけたくない方っていうのは、ここだけ、二つだけ 見るだけというか、まあ、これをコピーして、Google 翻訳にパッと貼るだけで、大体この論文がどういうことを書かれているのかっていうのがすぐわかります。はい、ちょっと脱線してしまったんですけど、話を戻るとですね、この論文は How much protein can the body use in single meal for muscle building ということで、まあ、簡単に言うと、1回の食事あたり、どれくらいのプロテインの摂取量が筋肉を合成する上で一番効率がいいのかみたいなことを書いている論文ですね。で、早速内容の方に入っていくとですね、これどういうことが書かれているかというと、実際にこの研究として実験が行われています。で、最後の、まあ、コンクルージョンに、後でお話しするコンクルージョンのパートに行っていただくと、メタ分析を元にして結論付けられているので、実際に、自分で研究を行っていて、それとメタ分析を比べて結論を出しているような論文になります。で、早速内容なんですけど、一番大きいところはですね、だいたい1回のタンパク質摂取量どれくらいが効率がいいのか、どのくらいの時間を空けて摂ることが最も高効率なのかっていうところで、レッグエクステンションを中心とした運動をさせて、その後ですね、筋肉の回復を狙ってタンパク質を摂取させると。で、それを3つのグループに分けて行った実験です。一つ目のグループっていうのは、トレーニング後そこから継続的に 1.5 時間、要するに1時間半ごとに 10g のタンパク質を摂取し続けるグループっていうのが一つで、今のグループっていうのは 10g のタンパク質8回1時間半ごとに摂ると、で合計 80g 摂ると。で、次のグループっていうのが、20g のタンパク質ですね。これをトレーニング後に1回摂って、そこから3時間おきに4回摂る。で、計 80g。で、最後のグループ、3つ目のグループっていうのが、40g のタンパク質を2回摂ります。で、計 80g と。この時の食感っていうのが6時間おきですね。なので、最初のグループは1時間半おきに 10g。次のグループが、3時間おきに 20g。で、最後のグループが6時間おきに 40g と。で、どのグループも合計で 80g タンパク質を摂って、どの摂取群が最も効率がいいのかっていうのを表した実験になります。で、結果ですね、この MPS、マッスルプロテインシンセシスなんで、筋合成の効率みたいなものですかね。筋合成の効率が最も良かったのが、20g のタンパク質を4回摂取したグループと。で、これはどういうところで判断しているかっていうと、アミノ酸レベル、血中のアミノ酸レベルがタンパク質を取った後に、まあ、上がってくるわけですよね。で、そこから元のレベルに戻ってくるまでっていうのが一つのベクトル。で、もう一つのベクトルっていうのは、タンパク質っていうのはアミノ酸に分解されて、消化され、小腸で吸収されるわけですよね。で、その時に小腸で吸収されなかったアミノ酸っていうのは体内で分解されて窒素になります。で、その窒素は、アンモニアにまず分解されて、肝臓で尿素に分解されて、さらに腎臓で尿として体の外に排出されるわけですよね。なので、もう一つのベクトルとしては、アミノ酸に、吸収されなかったアミノ酸が分解されて窒素になるので、体の窒素レベルを測ると。で、その窒素レベルの上下動によって、どれぐらい吸収されなかったアミノ酸があるのかっていうのを示しています。
はい、で先ほども言った通りですね、 20g を4回摂取したグループが一番摂取効率が良かったということがここに書かれているわけですね。つまり3時間、およそ3時間がもちろんこれは体格だったり、それからその人の運動量によっても変わりますが、3時間空けてタンパク質を摂ることが最も効率がいい摂取の方法だっていうことが書いてあります。で、なんでこういうような研究結果に至ったかっていう話として、まず今回はホエイプロテインを使っているわけですけれども、ホエイプロテイン 10g あたりの吸収時間、要するに 10g を吸収するためにかかる時間としては、大体1時間ぐらいっていうふうに言われてます。つまり 20g のホエイプロテインを、完全に吸収するためには2時間かかると。30g だと3時間弱かかるっていう風に言われていて、例えば皆さんが 50g のホエイプロテインをトレーニング後に取ったとしますよね。でそうするとですね、その 50g のプロテインが吸収できるかできないかっていう問題の前にですね、吸収できたとして時間がかかっちゃうんですよね。要するに吸収、仮にその 50g が全部吸収できたとしても約5時間弱ぐらいかかっちゃうわけですよね。そうなるとおそらく次のでその後の栄養の摂取っていうのが5時間はかからないと思うんですよね。だいたい2、3時間とかで取られる方が多いと思うんですよね。でそうなると、その時に取る栄養とバッティングしてしまうので、でそこで吸収できない。で、どんどんこう吸収、どんどん吸収効率が落ちていってしまうと。これは仮にその取ったタンパク質量 50g を全部吸収できた時の話ですけどね。ということでですね、10g のタンパク質を吸収するのに、およそ1時間かかるっていうのが一つポイントなんじゃないかなとは思います。ごめんなさい、カメラのバッテリーが切れてしまいましてですね、音声だけでちょっとやっていきたいと思うわけですけども、なんで1回 32g しか吸収されないのに 50g タンパク質を取るのかっていうと、食事誘発性熱生産っていうところが一つあります。で、食事誘発性熱生産っていうのは何かっていうと、体内にそのタンパク質だったり、糖質だったり、脂質を入れた時に、それ消化したり吸収する時に、胃だったり腸を動かしたり、熱生産を伴います。で、その時にカロリーを消費すると。実際に例えばタンパク質の場合ですと、100っていうタンパク質の量を摂取しても、15から30ぐらいは、この食事誘発性熱生産というか、消化のためのエネルギーとして使われてしまうわけなんですね。実際に小腸に向かうタンパク質量っていうのは摂取したタンパク質量の7割ぐらいです。もちろんどういうタンパク質を摂取するかにもよって多少変わってくると思うんですけども、 15% から 30% っていうのはエネルギーとして使われるということが一つですね。で、仮に 50g 取ったとしても多くてですね、 30% つまり 15g は消化吸収の際にエネルギーとして使われてしまうと、で体内に入ってくるものは 35g ですよね。なので、まあ、実際 32g と、比較すると妥当な数値なのかなっていう理由で、僕は一度に 50g を取るようにしております。例えば 60kg の方だと、今回お話しした内容で言うと 24g が1回の摂取量のベストっていう話なんですけれども、 35g ぐらい取ってあげてもですね、結局 15% から 30% は消化と吸収に使われて、消化と吸収の際にエネルギーとして使われるので、ちょうどいいんじゃないかなというふうには思います。なので60キロの方であれば、35から37グラムぐらいを一度に摂取するのが効率的には一番いいんじゃないかなっていうのは僕の意見ですね。1回あたりの 0.4× 体重がベストっていう話っていうのは、直近の22本の論文をベースにしたメタナリシス、メタ分析によると 95% の信頼区間 CI、によって判断されていると。直近出た20何本の論文の中の 95%、つまり20本ぐらいですかね。20本とか21本とかの論文によると、この結論は否定されてないと。つまり 0.4g かける体重が1回のタンパク質摂取量でベストだよっていう話っていうのは、ここまで、ここ数年出た論文の中で一番信憑性が高いよっていうふうに言われています。で、1日のタンパク質摂取量に関しても同じことが言えて、1日のタンパク質摂取量は若年層のボディービルダーであれば、2.2g かける体重が一番効率のいい摂取量っていう風に言われております。体重 80kg の方であれば 176g ですかね、1日の摂取量としてベストですよっていうのが、これもまた最近出た 95% の論文がこれを肯定していると、肯定しているというか正確に言うと否定していないっていう表現なんですけれども、
まあそういうことが言われております。まあいろいろ長々とお話ししてしまったんですけども、結論どういうことかというと、3時間おきにタンパク質を摂取して、1日のトータルの摂取量が 2.2g× 体重を意識すると。で、1回あたりの摂取量は多くても 0.4g× 体重です。で、ここで気をつけていただきたいのが、食事誘発性熱生産を意識するっていうところですね。それを考慮しないと思ったよりも少ない、タンパク質摂取量になってしまうので、体重80kg ぐらいの方ですと、理論的には 32g が1回のタンパク質摂取量としてベストなんですけれども、 50g 弱ぐらい取ってあげても 30% が、食事誘発性熱生産として消えると考えると、残りの 35g ぐらいがタンパク質として体内に入ってくる、ベストの供給量なのかなっていうふうには思います。はい、まあ、話して長くなってしまったんですけど、今日はこんな感じで締めていきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。Giving you a taxi, flabby master backseat turns in so classy. I always remember, time round November, never be adverse, but you took the ladder. Sure, still playing the right game, then I was lame, all of the sudden.